多くの国での議会や類似した合議体において一般にグループを形成した政党や党員集会ごとに列を作って座っているがその際にそれぞれのグループで最前列に座るスポークスパーソン一方でそれぞれのグループで後ろに座る者はバックベンチャーと呼ぶ無所属や少数政党の者は両者の橋山に座るがこれはいわゆるクロスベンチャーと呼ばれる 労働党のフロントベンチ、エドミリバンドの両脇にエドボールズとハリエット・ハーマンが座っている。イギリスの庶民委員において政府のフロントベンチは伝統的に国務大臣席と呼ばれているは最古の政府機関である。議長から見て右手側にあり国務大臣が座っている。野党のフロントベンチは影の内閣の最上位大臣、影の大臣が座っている。バックベンチャーは カナダの庶民においても言及される一方で政府のフロントシートは閣僚のために確保されている。前列に座る政権与党のメンバーはフロントベンチャーではなく閣僚と呼ばれる。一部のフロントベンチャーは実際に第二列の中央に座り質問時間中は党首の真後ろに見える。カナダの州及び準州の立法議会においても 同様の取り決めが存在する。党派に属さずに形成されたコンセンサスガバメントであるヌナブト巡州の立法議会やノースウェスト巡州の立法議会では大臣は正規議員の中に座る。アイルランド共和国のウラクタスの会員であるドイルエアランのフロントベンチは特定の問題に対して発言権を持つ政党員で構成されたグループを指す。 アイルランド政府の一員である EN、ティーチタダラは政府のフロントベンチを構成し政府に反対を表明した政党員は野党のフロントベンチを構成する。オーストラリア連邦議会にもフロントベンチが存在する。最近ではジャーナリストは大臣の役職に敬意を払うというよりむしろカジュアルに大臣をフロントベンチャーと呼んでいる。ニュージーランドでは ウェストミンスターシステムに従い、フロントベンチすなわち大議員の全列席は政府と野党の党首のために確保されている。議長から見て右側に座り、野党の党首は議長から見て左側に座る。ゆえに通常はニュージーランドにおいてフロントベンチャーという用語は政府のフロントベンチに座るものより、むしろ野党の主要なリーダーやスポークスパーソンを指す。 フロントベンチ、クロッサリページ。UK パーラメント。2021年3月30日。閲覧。What's the difference between UK? フロントベンチバックベンチ MPS。ブリトポリティクス。2021年3月30日。閲覧。ダルズル。ポリティカルレポーターステファニー。フロントベンチリシャッフルクッドリーブナショナルズウィズアウト。 A woman in cabinet and no ministers, in a powerhouse.ABC News, 2021年3月30日閲覧。https://www.smh.com。au, politics, federal, celebrity auction にアグラディス・リュー・プロンプス、プローブ・イントゥ・ガバメント・フロント・ベンチャー -2019918。 P52SLS HTML ありがとうございます。